ットパレットにご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先出しましてご来場の皆様にお願い申し上げます。元気でエモくてキャパをエンジョイな私たちを思い出に残していただけたら嬉しいです。そして声出しが OK なのでマスクを着用の上でみんなで生無単独公演盛り上がっていきましょう。以上ロッキーのアスカルとアイちゃんでした。虹色のパンチ7分の5以上バイバイ。大学
七海です。お願いします。はい、今日は1曲目からすごいいっぱいいっぱいある嬉しい。はい、本日は七海単独公演テイクルパレットへお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。あの来てくれる人数とか知ってたけど ね、でも想像以上にすごい嬉しいです。本当にありがとうございます。ね、パーティーナイトとかたくさんあの人に、ね、当たらないようにぜひいろいろ言ってくださったら嬉しいです。じゃあ早速なんですけど自己紹介していきましょうか。はい、じゃあこっちから。こんばんは、七海のふわふわ眠り姫2年生アクアブルー担当のアクナです。お願いします。こんばんは、かのこあかりの落とし穴、いちごを食べて大きくなりたいストロベリーレッド担当のかのこです。はい、あしあしにしてやんぞ、アブリコンプ担当のあしです。よろしくお願いします。あしはい、今日も皆さんを癒しの世界にお届けしますカル、ミルキーブルー担当のアスカルです。お願いします。はい、ナナムのクールビューティーゆきです。お願いします。はい、ナナムのリーダーを務めております、元気いっぱい皆さんにハッピーをお届けするハッピネスピンク担当のゆたんです。お願いします。はい、ニコニコ笑顔探しにやってきました、ドキドキレッド担当のアイちゃんです。お願いします。アイちゃん。はい、ゆるるのめめで、あなたは一からピースピンク担当のミノです。ミノリはい、ナノムのマイペースお嬢様、皆さんの日常に爽やかな風を吹かせます、ミートグリーン担当サワチョです。お願いします。はい、永遠にナノムの妹、クリームエロー担当のモモです。お願いします。モモちゃん。はい、ナノムのチョコレート好きワンちゃん、皆さんの心をポカポカオレンジにします、トリキーオレンジ担当のアータンです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、なんとナナム全員で出演させていただいております。本当にこれが11人、今の11人全員で出るのは最後の公演なので、ぜひ最後まで楽しんでいって、あーやだー私もやだはい、ぜひ楽しんでいってください。結構あの人も多いので、あのカメラとか、撮ってくださる場合はあの顔の位置よりも高くないように、ね、はい、長時間の撮影は少しちょっとお控えください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう早速だけど次の曲いこうかね。行きましょう。はい、行きましょう。I'm not afraid to die.
ちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん。今はまだ
私たち歩き始めたばっかり。いつの日かスターダム99万円。お金I'm not afraid to be.
抱きしめるしかなかった、かっこいい系の曲がいくんじゃないでしょうかね。イケてるパ
パレットですね。ステテルパレット、はい、ナナムは結構ダンスが得意だよって人とか、はい、好きな人がいっぱいいるので、はい、そういうパフォーマンスもね見ていただけるとねすごい嬉しいです。そうですね、はい、はい、それして今回この衣装に注目してほしいです。おそれはあれだね、あの単独のために今回作っていただいた衣装ですね。そうです、はい、そうなんです。実はこの衣装アスカルさんがデザインを考えてくださったんです。かわいい、かけようかな。かけちゃダメです。この衣装のポイントなんかを、はい、ちょっとさらっとね教えていただけますでしょうか。ナナムってよくね皆さんの心に虹をかけますとかって言うんですけど、そういう感じで虹がモチーフになってるので、はい、このね虹のリボンをちょっとなんだデザインしてみました。はい、かわいいです、とっても。チュンクラパレットっていうロゴが出てきたと思うんですけど、はい、ちょっとポップな感じだったと思うんですよ。それがちょっと今回ナナムがもしプリキュアになったら、はい、こんな感じかなっていうのをちょっとイメージしたので、お洋服もねこういう感じに。そうですね、とっても可愛いです。変身できそうな変身できたような気がします。はい、これから、ね、後半の曲はそうだ、ね、私が今着ているのが、うん、ツイッターとかで載ってるんですけど、はい、単独のビジュアル公開した時に着ていた衣装です。でこれがみんなねなんかスカートやらズボンやらね、はい、そうですね、なんかちょっと雰囲気はなんか似てるけどみんな面からでなんか雰囲気が違うというか、はい、分かんなくなっちゃった。なんかまたね衣装がちょっとここからどんどん変わっていくのでね、それもぜひ注目してほしいです。はい、お願いします。準備はどうでしょうか。まだかな。まだ。はい、まだですね。じゃあちょっとツインクルパレットの由来みたいな裏由来みたいなのを ね、はい、ね話したりしちゃおうかな、はい、と思いますけれども、ツインクルパレットっていうのがきらめくパレットっていう意味だと思うんですけど、ちょっと私たちの中ではツーインクルパレットなんて言ってるんですよね。うん、それはどういうことかというと、はい、ツーウィークということです。どういうことですか、はい、もーちゃん。ツーウィークというのはですね、私たちがこの公演を完成するまでの期間です。でも私たちは今回ユニドルさんの大会の方に出場させていただいて、決勝まで出場させていただきました。はい、それが終わってから、やったというか、頑張って、はい、いろんな準備して、ダンスも頑張って、はい、キャパの中、キャパをエンジョイしながら、ね、頑張ってきたので、ちょっとそういう意味も込めて、温かい目で見ていただけると、すごく嬉しいですね。はい。はい、ありがとう。ありがとうございます。準備はどうだ？お、丸だー！丸だー！ということで、ではでは、はい、次の曲にしたいと思います。せーの、髪色がかわいい、どうぞ。かわいい、かわいい、よくいれば褒められるはずだった、つまらないなんて、そんなセリフは想定外、頑張る
して休憩になります。I'm not afraid to die.
Thank you.
皆さんはトリを飾ってまゆゆのシンクロときめきを披露されてたんですけど、可愛かったですよね。やったやっぱり今まで先輩たちにまゆゆに似てるよとか、まゆゆみたいだねっていう風にすごい言ってもらったので、やっぱり最後はまゆゆやりたいなっていう風に思って、今回シンクロときめきっていう曲をやらせていただくことになりました。ちょっとね、今ちょっと笑っちゃってるけど皆さんに喜んでもらえたみたいで嬉しいです。他の4年生のソロもやっぱり卒一応単独公演ではあるんですけど、こちら4年生の卒業公演でもあるので、やっぱ最後に一人一人ソロをやりたいねっていう話になって、ソロ曲をやらせていただくことになりました。他の4人もかっこよかったですよね。続いて次にお送りするのが大会メドレーになるんですけど、ちょうど2週間前にクリニードルの決勝戦が、でその前にも予選大会があったんですけど、今回は予選と決勝の曲を全部メドレーで大会に出場してる9名のメンバーが披露してくれます。豪華なものがこれからあるので待っててくださいね。私たちはちょっと大会に出ることができなかったんですけど、ね、皆さん、ちょっと私は一応医療系なのでちょっと大きな試験があったんですね。なのでちょっとその試験のためにたくさん勉強したので、ちょっと大会を諦めることになってしまったんですけれども、ありがとう予選も決勝もしっかり見に行くことができて、とてもたくさんみんなからエネルギーをもらってたくさん勉強頑張ることができました。合格してるといいなかこちゃんもね、頑張ってることがあったんだよね。私も理系の学部に通ってて、こう研究、そう理系なんだ、バリバリの理系なんだ実験とか卒業研究で、結構大学はだいぶ忙しい時期で、ちょっと大会に出るのはちょっと諦めなきゃいけなかったんですけど、私も皆さんと一緒で予選も決勝も、予選は見に行けなかった、決勝は見に行ってそう、私もエネルギーもらって、みんなが頑張ってるの見ながら私も大学頑張ったりとかしてて、で今日はすごい近くで、大会だとちょっと距離が遠いんですけど、今日はすごい近くで見れるので皆さんも楽しんでください。はい今ちょっと話があったと思うんですけれども、かのこちゃんも実は大学4年生なんですよね。そうなんだけど、一応七分に入った時期としては私の下の7期なんですけれども、一応大学4年生で次から就職なので、かのこちゃんも今回で7分が卒業になります。だからかのこちゃんも今日がステージが最後ということで、しっかりと目に焼き付けていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いしますあ、オッケーが出ました。みんなお着替えが早いから、お着替えが早いですそしたらじゃあ次の曲に行きましょうかね。それではどうぞ。Thank you.
か涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛としても一人の未来に君を胸が楽しんでいただけてますでしょうか。ありがとうございます。今この間のユニドルの冬大会にナナも出場させていただいたんですけど、予選と決勝で披露した6曲を今やらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この間の決勝戦、見てくれたよっていう方いらっしゃいますか。はい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちはハッキーなんですけど、ハッキーのこと知らないよっていう方もいるかもしれないので、まずは軽く自己紹介をさせていただきます。じゃあ私からします。いきます。足足にしてやんぞラブリーパープル担当の足です。よろしくお願いします。はい、ナナムのチョコレート好きワンちゃん、皆さんの心をポカポカオレンジにします。とびっきりオレンジ担当のアータンです。よろしくお願いします。はい、ナナムのふわふわ眠り姫2年生赤ブルー担当のアクナです。お願いします。この3人で発揮の3人になります。ぜひ覚えて覚えて帰ってください。そう、今披露させていただいたのはさっきアクナも言ってくれたんですけど、ユニドルの冬大会でやった予選の3曲から決勝の3曲までを6曲全部メドレーで披露させていただきました。ちょっとね、大会の感想なんかをね、ちょっとお話しできたらなって思うんですけれども、私はですね、予選から大会に出場させていただいていて、予選はちょっと私一人で、ハッキーはね出た出て6人の全メンバーで出た、言葉が難しいそう予選はね出させていただいたんですけども、本当にそのメンバー全員もナナム全員で、決勝の舞台に立つっていうのを目標にすっごいやらせていただいて、毎日ね本当に腕の角度とかこの曲のこのワンパートのこのニュアンスみたいなのをすっごい揃えて一生懸命頑張って、でそうですね、無事大会予選では、3位、1日目3位という結果をいただきまして、で後日その3位だったチームの中から2チーム出れるよっていうので3日間あったんですけど、で無事選んでいただき、決勝に進出することができました。皆さんありがとうございました。でね、そう、3位という順位で自分たちとしてはすごい悔しいというか、ストレートで決勝にはその日いけるよっていうわけではなかったので、すごい悔しいというか、どうなっちゃうんだろうっていう思いはすごいあったんですけれども、その中でも観客順位が1位だったということで、そう、皆さんが応援してくれたおかげで本当に私たちは決勝に進むことができたんだなってすごい思ったので、ありがとうございます。ありがとうございます。今日も来ていただいてありがとうございます。じゃあ決勝の感想を疲れちゃったね。足ちゃん、はい、足ちゃんが喋ります。私は決勝戦で初めて
大会というものに出場させていただきまして、なんかほぼナナムとしての初ステージぐらいの感覚だったんですけれども、もうこの何倍ものお客さんたちがたくさんいて本当に緊張して本当にやばいって本番直前に思ったんですけど、その時に舞台裏にいる同期の2人を見たんですね。あくらちゃんとアートを見たら、もう2人がもうすっごい泣きそうな、とかもう泣いてて緊張して大泣きで、なんか同期なんですけどちょっと先輩の気持ちになったぐらいすごい可愛い顔で泣いてて、それで緊張が吹っ飛んだっていうことがありました。でも終わったらもうあくらちゃん、あとはね、あのスモークで大変そうだったけどでもあくらちゃんは終わった後も楽しかったって言ってて、もう可愛くて一緒に出られてよかったなって思ったんですよね。そんなあくらちゃんはどうでしたか？そうですね、私は大会にもともと自分が出るなんてって思っていた側の人間なので、でも予選を見に行かせていただいたんですけど、もうアシュと2人で見てて、アートの成長が本当にすごくて、あ、なんかすっごい輝いてるって思って、もう2人で号泣して見ながら泣いてしまうぐらい本当に素敵で、そこからちょっと大会に出れようかなっていうふうに思ったので、そうですね、本番はゼップ羽田というところでもうすっごく大きなステージで踊らせていただいたんですけど、もうなんかもう本当に緊張してて泣いちゃうぐらい緊張してたんですけど、いざステージに立ってみたらもう皆さんからの歓声もすごいし、お客さんの数も本当にすごくて、もう、はあ、楽しいって思っちゃうぐらい、もう本当に楽しくて素敵な時間を過ごすことができました。皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせをさせていただきます。この後公演が終わった後交流会を実施させていただくことになりました。ですね、今回卒業される6人の先輩とは、おしゃべりできる最後のチャンスになるので、ぜひおしゃべりしていってください。そして私たち8期3人とおしゃべりしていってください。お願いいたします。はい、そろそろナナムの単独公演も終盤戦に差し掛かって参りました。次の曲は今回卒業される4年生5人で踊るステージとなっております。そうですね、あの私たち8期は OK ありがとうございます。ちょっとだけちょっとだけ6期の先輩方に感謝の言葉を伝えさせられたらなって思うので、ちょっと舞台袖の先輩方聞いててほしいんですけれども、私たち8期3人は本当にあの6期3人あ6期6期の5人の先輩方にすごい支えられて、あの直属のね大先輩ということで、あのナナムに勧誘してくださったのもその先輩方で、あのここまで私たちを連れてきてくれて、あのこんな素敵な景色をたくさん見させてくれて、本当に先輩方ありがとうございました。ありがとうございます。ではそろそろお待ちかねの4年生のステージが準備できたということなので、次の曲に参りたいと思います。せーの、どうぞ。次は4年生5人による、曲になります。と私たち4年生は入った時期は結構1人ずつ違かったりとかするんですけど、でも、この1年間は特にすごく後輩はもちろん先輩方ももちろん、この5人ですごく支え合った1年でした。大会とか単独とか、あとはいろんなイベントとかすごくいっぱい出て、みんな大変な中すごく頑張ってくれて、私はリーダーという立場ではあったんですけど、この4人がいてくれないとこの1年間やナナムの3年間はやってこれなかったと思います。この4人に感謝の気持ちを込めて、そしていつも支えてくださっている、そして今みんな見てくれている皆さんにも感謝の気持ちを込めて、次の曲を踊りたいと思います。行きましょう。スタリースタリー、時を超えて光放つ今、君とどこまでも夢を
もう何曲だっていうぐらい歌ってたんですけど、皆さんいかがでしたか？はい、本当にあの誰か MC でねなんか言ってくれてた気がするんだけど、本当にこう短い期間でそうやらせていただいてやって、そう本当に一時期はできるかなって思った時もあったんですけど、まあでもあのさっきも私4年生の曲の前に行ったんだけど、本当にこのあのメンバーだからここまでできたなって思うし、毎日すっごい辛いんですけど、本当に大変だったんですけど、でもすっごく楽しいっていうのはなんかあんまりないんじゃないかなって思うから、私はすっごくいいメンバーに出会えたなっていうふうに思います。そしてあの私たちがこういうふうに気持ちよく活動できているのは、こうやっていつも見に来てくださったりとか、なんかあのお家帰ってご飯作って待ってくれる家族とか、あとにいろんなそういろんな場面でこう支えてくれるみんながいてくれたから、ずっと続けてこれたなっていうふうに思います。本当に頑張れ頑張れ、ありがとう本当にナナムのメンバーになれてよかったし、いつもいつも私たちのことを支えてくださって本当にありがとうございました。いっぱい踊ったんですけど、
なんか本当に時間過ぎるのあっという間なんだけどね。何？本当にあっという間なんだけど、なんと、次の曲で、最後になりました。まだ来たばっか。ありがとうございます。みんなやってくれるやん。ありがとうございます。いやでもちょっと後ろの方とかね、何それっていう人もいると思うので、このこれをあの説明してくれる人誰かいないかな。はい。あ、手挙げてる。あ、じゃあお願いします。はい、クリーメロ担当のももです。まだ来たばっかっていうのはですね、ナナムに代々伝わる伝統行事でして、私たちが一番最後の曲になった時に皆さんに名残惜しんでほしいんです。名残惜しんで。名残惜しい。皆さんやってくれますか？やるよ。ありがとうございます。それではゆたんさん、時を1分前に戻していただけますか？はい、わかりました。じゃあ1分前に戻します。はい。いや本当に今日ね、時間が過ぎるのも早いもので、なんと次の曲で最後になりました。最後のまだ来たばっかできて本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ盛り上がったところで、最後の曲いきますか。はい、はい、じゃあ位置について。もうダメだ。私がね、曲振りなのにすみません。はい、笑顔のレシピ。
いたしました、はい、すごいみんな多分4分ぐらいやってくれてたと思う、はい、ありがとうございますはい、まだ来たばっかやったのにまた来ちゃったまた来ちゃったんですけど、はい、本当にアンコールありがとうございます、ね、せっかくアンコールしていただいてちょっとね、うちら出させて、また出させていただいたんで、あと1曲だけ踊らせてくださいはい、あと1曲だけ踊らせてください。じゃあ最後の曲に行きましょう。ハッピークラッカー。先輩方と私の初めての同期が卒業します。悲しいということで、私たち後輩から感謝の気持ちを込めて、ちょっとお待ちください。何え何本当に知らない、何うわ後輩の私たちお花を渡しましょう。はい、やばい、それはやばい、あー、ありがとう、受け取ります。はい、ありがとう。ただいま、私たち
1,2,3,4,5 5人でこれから活動するということなんですけど、うん、先輩方からちょっと一言いただきますよ。一言じゃあ本当に一言ずつ本当にすいません急なので本当に一言なのですいませんどうぞ。後輩ちゃんたちこんな忙しい中こんなものを用意してくれて本当にありがとうございます。私はやっぱり大会に出れなかったからやっぱその分あんまり仲良くなる時間が少なかったんだけどでもそれでもこのまあ何週間でみんなとまたさらに仲良くなることができてすごく嬉しかったです。寂しいね寂しいやばいなんかここだけの鏡みたいなすいませんいらっしゃるいらっしゃいますよねすいません完全にここになっちゃうすいません本当に頼れる後輩たちなのでこれからも5人のこと応援よろしくお願いします。みのでした。ありがとうございます。こんなに素敵なお花をして皆さんもすみません急にでも本当に私はいろいろ喋ってたんで言いたいことはこの4年生をの友達とかで応援してくださってる方々とかそういう方々もいらっしゃると思うんですけどぜひこれからもナナも応援してほしいなって思っててっていうのも結構まあ見てわかる通り私たち4年生は結構まあうるさい子たちが多いんですけど後輩たちはまたねすごいなんか上品というかすごく落ち着いててしっかり者で私たちより全然本当に優秀な子たちなのでまた違ったナナムが見られると思うのでそしてナナムっていうのはね踊れて顔面偏差値が可愛いっていうので有名なのでそれはこれからもねこの子たちが引き継いでくれると思うので本当にこれからも応援してくださったら私も嬉しいし私たち4年生も嬉しく思います。本当に本日はありがとうございました。そしてみんなもありがとうございました。リキーブルー担当のアスカルです。言ってないっけ。あ、はい、何喋ったっけ。今後のナナムと私はナナムでもナナムの中での一番大きい仕事が多分衣装係だったんですけど、なんか常にそのなんか衣装を、まあ、着たい自分たちが着たいのもそうなんですけど特に今回とかはみんながなんかなんだろうなすごいみんなが着てみんなもともと顔可愛いんですけどなんかその衣装を着たらめちゃくちゃ可愛くなるじゃないですか。でそのなんか手助けをしたいなってすごい思っていて衣装が可愛ければ可愛いほどみんながすごいもっと可愛くなるのでそういう意味をすごい考えながらデザインしていて大会の時とかすごいなんか舞台裏もう直前までなんかちょっとシャツがなんかいらなさいとかなんかすごいちょっとブルート閉めたら安否したみたいなずっと言ってたりしたんですけどその説はすいません。ちょっとねみんなが本当にもっと可愛くなるようにって思ってすごいやっていました。それではいなのでじゃないちょっと待ってどうしよう締めが分かんないね。何頑張ってきたの。すいません長くなっちゃって。すごい同期ももちろん大好きだし、後輩みんなのことも大好きなので、これからも何かサポートしていけたらいいなと思っておりますので、いつでもはいおっしゃってください。本当にこんな素敵な花束をくれてありがとうございました。見に来てくださった方もありがとうございます。すいません長くなっちゃいました。ありがとうございます。何喋ろうかな。
多分1年とちょっと前のくらいに「ナナム入らない?」って言われて、とってもとってもとっても悩んで、まあ、加入させていただいたんですけども、そのこんなに素敵な景色とこの素敵なね仲間のね皆様とね出会えたことが本当にナナムに入って一番良かったなって思ったし、あのね直属のね後輩ちゃんとかねいたんだけどね、もうナナム入んなかったら出会えなかった後輩ちゃんたちもいて、本当に本当にみんなと仲良くなれて嬉しいなって思ってます。根っからの私はオタクなので、これからもナナムをいっぱい応援するので頑張ってね。今日はありがとうございました。私はナナムに入ったのも遅くて、去年の5月ぐらいで、もう結構大学も一番忙しい1年で1年で入って、こう大会も出られなかったりとか、あんまりこうナナムの活動に参加できなくて、なんかそれがすごい悲しかったりとかしたんですけど、こう単独はちょっと頑張って出ようと思って出て、こうあんまり活動に参加できてない私もなんかすごい受け入れてくれたし、なんかこう、すごいみんなも大会出ながら単独の練習とかしてたりしたのに、私が行けなかった練習の時とかもすごいサポートしてくれたりとか、あとその私が大学で忙しいっていうのもすごい気にかけてくれたりとか、なんかすごいそういう環境でダンス続けられて、すごいそれが嬉しくて、でこうやって単独をやるってなって見に来てくれる人がいて、人前でこう披露できるっていうことが当たり前じゃないと思うので、すごいなんかそれですごいこう頑張れてよかったなって思います。でも今日単独で恋のロードショーすごい間違えちゃって、それがすごい悔しくて、もう1年残りたいけど心はい、でも、はい、社会人頑張ります。はい、あのお花もあり、私本当にちょっとだけだったけど、お花もありがとうございます。皆さんもナナム見に行ってください。これからも私も行けます。ありがとうございました。はい、絶対におとりでメッセージをしてはいけない人がおとりになってしまったんですけれども、まずは本当にお花ありがとうございます。マジでどこにあるか分かんなかったよし、本当にどこに置いてたの、あ、言ってくれないんだね。はい、とってもすごく嬉しいです。ありがとうございます。私はちょうどその端のみのちゃんとゆたんと同じ時に3人で入らせていただいて、なんかユタンと同時期だったことから、でもユタンはリーダーで、この代はその副リーダーっていうのを決めずにやってきたんですね。その理由はみんなが副リーダーのつもりでやりたいと思ったからです。だから実質みんなが副リーダーなんですけど、なんだろうな、すごいユタンがチームを引っ張るから、私は後輩を見たいなっていう思いがすごくあって、すごく一人一人のことを気にかけてたつもりだったんですけど、やっぱり次の代の引き継ぎのこととかも考えて、少し最後の方ははっきりはね、特にねちょっと厳しくしてしまったりとか、そういうこともあったんだけど、すごく私も心苦しながら、遅刻するなとか言ってねえごめんね、本当に忙しいのにね、ごめんね、本当に忙しいんですけれども、本当に舞台サークルのダンスサークルと忙しい日々の中、いろんな就職活動で忙しい中、本当についてきてくれた子たちなので、もうね心配はないかなと思います。本当に昨日の投資を見ていても、本当に前から見て楽しめる子たちだったので、来年も泣いてる、来年も頑張ってほしいなって気持ちです。みんなで来年もナナム応援しに行きましょう。ありがとうございました。皆さん、かのこちゃん、卒業おめでとうございます。ありがとう。これからもナナムをよろしくお願いします。すいません、途中でこんなものを挟んでしまい、途中じゃないね、終わりだ。はい、では最後にましたね、ゆたんさん、じゃあもう一回だけ最後の挨拶して、本当に本当に終わりたいと思います。本当に本日はありがとうございました。私たち M 大学ナナムでした。ありがとうございました。
ナナムさんからの単独終演後のお礼メッセージになります。卒業されます4年生の皆々様、素晴らしいステージを見させていただきまして本当にありがとうございました。タイムテーブルになります。単独用の特別面から衣装との内容です。セットリストの公開です。出演メンバー6期の皆様です。出演メンバー7期の皆様です。出演メンバー8期の皆様です。